友川一樹友川一樹は、日本の歌手、競輪評論家、画家である。本名、老井祐氏。2004年に、友川一樹から、現在の表記へと改めている。中学生時代に、中原中也の作品に出会い、影響を受けて、詩を書き始める。1年間浪人して、後に、高校バスケットボールの名門となる、秋田県立能代工業高等学校建築科に、進学。バスケットボールの練習に明け暮れた。高校時代や一時故郷にいた頃のエピソードは、能代工業時代の恩師である加藤博著の高さへの挑戦に詳しく描かれている。中学校時代の小野秀治を鍛えたのは友川だった。また、NBA でプレーした田臥勇太も後輩にあたる。20歳の頃、行きつけの赤ちょうちんで岡林信康の歌を聴いて、フォークシンガーを志す。1971年、全日本フォークジャンボリーに飛び入り参加。1974年3月、宇崎竜童に見出され、シングル、状況の状況でデビュー。1977年、夜へ急ぐ人を千秋直美に楽曲提供。同年の NHK 紅白歌合戦で、千秋が歌った同曲は大きな反響を呼ぶ。大島渚から戦場のメリークリスマスの世の痛い役をオファーされていたが、秋田なまりを直すことを求められたために固辞。同役は坂本龍一が演じた。2004年、三池崇が監督したカルト映画、IZOに出演。1980年代以降は画家としても評価されている。また、小説家の中上健二は友人であり、友川の絵画を高く評価していた。3枚目のアルバム、千羽鶴を口に加えた日々に、収録の生きてるって言ってみろは、テレビドラマ、一家団らん物語の主題歌に採用され、シングル発売された。現在は、学芸大学アピア40を拠点に、ライブ活動を行っている。また、平日のライブでは冒頭に、どうも今日はやる気が起こらないなどとこぼすことがある。オリジナルアルバムベストアルバムライブアルバムその他、詩集エッセイ絵本競輪ドキュメンタリー映画。ありがとうございます。